北海道ですが、明日にかけてまとまった量の雨が降る恐れがあります。秋雨前線の影響で北海道ではこの後広く雨が予想されています。明日の昼ごろにかけては局地的に雷を伴って強く降る見込みです。明日の朝までに予想される雨の量は北海道の多いところで70ミリとなっています。地震で地盤が緩んでいるところもあり、新たな土砂災害などに警戒が必要です。